さあそれでは物質の3体3つの状態について詳しく見ていきたいと思います最初の動画でも話したんだけど3つの状態っていうのは水以外の物質いろいろな物質もやっぱり共通して持っているものですただ水は身近で分かりやすいので今回も水の例をとりながらこの3つの状態について見ていきたいと思いますではまず最初に一番左下水でいうと氷の状態 物質のこのような状態を何と言うかというとこれ固体と言います固体の子は固いっていう字です固体、まあ、氷や水の固体だけど実は今みんなの周りに見えるもののほとんどは固体なんじゃないかなと思います例えばこの動画を見ているパソコンとか携帯それからペンとかノートさらに部屋の壁もそうだし みんなが着ている洋服もそう。これみんな個体です。この個体一体何なんだって思うかもしれないけど個体っていうのは決まった形と決まった体積を持っているものです決まった形っていうのは例えば四角い氷がここにあるとするよねこれまばたきしたらいきなり三角に変わったみたいなことはないよね四角い氷は四角のままですこのように形が決まっているそれからこの氷をちょっとたたいたら 体積が倍に膨らんんだととかそういういこともありませんつまり固体っていうのは決まった形と決まった体積を持っているんですじゃあ今度はこの氷が溶けて水になったとこの水のような状態これをなんていうかというと今度は液体と言います液体この言葉はみんなも聞いたことあるんじゃないかと思いますこれは水の他にも石油とか それかから消毒液液のアルルコールなんかも液体ですみんなが飲むコーラとかジュースも液体この液体は固体と何が違うかというと固体は決まった形と決まった体積がありました液体は今度は決まった形がありませんどういうことかというとちょっと考えてみてください水の形を教えてくださいって言われたらなんて答えるちょっと困るよね丸いコップに入れたら丸くなるけど 四四角角いいコップにに移し替えたら今度は四角い形になる。つまり水みたいな液体っていうのは決まった形を持っていないんですじゃあ決まった体積はというとこれは液体も決まった体積を持っています 500ml のコーラに手をかざしたら1リッターになったみたいなそんなことがあったらいいけど残念ながらないよね液体っていうのは決まった形はないけれど決まった体積はありますでは最後に 水水で言うと水蒸気みたいな状態。この写真、えー、お湯が沸騰してる写真なんだけどよく見るとこのお湯の中に小さい泡みたいなのがいっぱい浮かんでますこれ写真見にくいっていう人はお湯を沸かしてる鍋の中を想像してみてくださいブク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 泡が出てくるよねあれって実は空気じゃなくて水蒸気なんですつまりもともとは水だったものがあの泡になってるんです この泡がさらに表面までたどり着くと今度は水蒸気になってふわっと空気中に逃げていくんだけど物質の水蒸気みたいな状態このような状態を何と言うかというと今度は気体と言います気体の木は空気の木気,気体ですこれ英語で言うとガスつまり窒素ガスとか二酸化炭素ガスとかそういったものは全部気体なんですこの気体個体と大きく違うのは 決ままった形はありません気体もやっぱり液体と同じように詰める入れ物によって形を自由自在に変えられますつまり決まった形はないじゃあ液体と似てるじゃんって思うかもしれないけど気体っていうのは決まった体積もないんですどういうことかちょっと一緒に見ていきましょうここに風船があるとしますこの風船の中には気体が入ってます二酸化炭素にしとこうか この風船の中には二酸化炭素が詰まってます。で、入り口をしっかりと縛ります。この中の二酸化炭素が少しも出たり入ったりできないようにします。この状態でこの風船をお湯につけてあげる。つまり温めてあげるとどうなるかっていうと、この風船どうなると思うこれ大きくなるんです。 中の二酸化炭素は増えたたりり減ったりしてません。入り口閉まったままです。だけど温めるとこれ大きくなるんです。じゃあ今度逆にさっきの元のやつを冷やしてあげる。冷やしてあげるとどうなるかっていうと分かるそう今度はしょぼしょぼしょぼって風船縮んじゃうんです。これも中の二酸化炭素が逃げたわけじゃないんだけど。 しぼみますつまりどういうことかというと気体っていうのは温度が変わるとその体積が変化するんですつまり決まった体積を持ってないんですこれちなみに温度の代わりに圧力を変化させてもやっぱり気体の体積っていうのは変わりますこういった現象は固体や液体では起こりません気体に特有の性質です気体っっていうのは決まった形もなければ 決まった体積もないこういったものが気体なんですさあここまで物質の3つの状態固体液体気体について見てきましたじゃあ今度はこの3つの状態の変化について少し見ていきたいと思いますまずこの氷が溶けて水になるように固体から液体への変化これを何というかというとこれを 誘拐と言います。あんまり聞いたことない名前かもしれません。漢字難しいけど、書いていきます。固体から液体への変化のことです。じゃあ、逆に液体が固体になる変化。この変化を何というかというと。これを凝固と言います。 凝固です。これ三水じゃなくて2隅だから気をつけてねちなみにこれなんで青と赤で書いたかというと固体から液体への変化融解っていうのは温度を上げてあげると起こります氷の温度を上げたら水になるねなので赤で書きました逆に液体から固体への変化凝固は温度を下げてあげると起こるので青で書きましたでは次液体と気体の状態変化です ちょっとここの風船たちを消してあげますはいえまず液体が気体になる変化これを何というかというと蒸発と言います蒸発こういう感じを書きます水が蒸発すると水蒸気になる液体から気体への変化を 蒸発と言いますじゃあ今度その逆気体から液体への変化これを何て言うかというとこれ少し凝固と似てますこれ凝縮と言います凝縮凝縮の縮は縮むっていう字です凝縮この2つの変化もやっぱり温度変化によって起こってきます気体を冷やすと 液体に変化するし液体を温めると気体に変化します蒸発しますじゃあ最後固体から気体あるいは気体から固体への状態変化なんだけどこれ水だとちょっと考えづらいかもしれないね氷がいきなり水蒸気になるってあんまり普段考えないかもしれないけど例えば水じゃなくてドライアイスドライアイスみんな見たことあるかなドライアイス ケーキほれざいなんかで時々使われてたりするんだけどこのドライアイス何でできてるかというと実は二酸化炭素でできてます二酸化炭素が凍ったもの氷なんかよりうんと冷たいんだけどこれよく見ると周りに白い湯気みたいなのがわーって出ていますこれ一体何かっていうと湯気なんじゃなくてこれ気体の二酸化炭素です つまりこのドライアイスっていう二酸化炭素の固体は液体にはならずに直接二酸化炭素のガス気体になっていくんですこのような状態変化のことを消化と言います食べ物の消化じゃないよこういう字を書きます消化これもやっぱり温度が高い時に起こる現象ですじゃあ今度逆にさっきの ガスになった二酸化炭素をうんと冷ましてあげるとどうなるかというとドライアイスに戻るんですこのような現象つまり気体から固体になる現象このような現象を何ていうかというとこれも実はやっぱり消化と言いますなので消化っていうのは固体と気体の間の状態変化これ両方とも指すんですさあここまで物質の3つの状態 固体、液体気体とそれぞれの状態の間の状態変化についいてて見ていきました。次の動画では具体的な物質を取り上げながらこの状態変化についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。